予選です。右から3人目が桐生です。あの隣にはオリンピックランナーの飯塚も走っていたんですが、はい、そうですね、前半からその飯塚を離して、そしてこの終盤ちょっとこう腕を回しながらの話、そうですね、あのもう浮いてしょうがないという感じでしたね。もう体がですね、はい、抑えきれずにというような形でまだまとまっていないということで、はい、完璧なレースではなかったんですよね。ジュニア世界タイ記録をマークして、はい、まだ決勝のレースはあるんですが、ですよ、はいはい、こういうガッツポーズも見せました。走り終わってからずっとあの表示板の方見てましたよね。その時はどんな気持ちでしたか。いや、もしかしたら10分00とか9分99があるかもしれないっていうので、ちょっと ずっと見てました。決勝は9秒台という期待もかかりますけれども、どうですか。タイムよりはやっぱり自分は順位を狙った方が、順位を狙ったタイムも出るかもしれないので、しっかり順位を取っていきます。スローでご覧いただきましょう、はい、この予選の走り、はい、スタートはですね、また進化して昨年よりも良くなってますね。でここからですね、体を立ち上げてから、ここでまあ二次加速といういわゆる 30m 付近なんですけど、はい、ここからのもうこの加速がですね、これもう世界で通用するんじゃないかなと。最高速、またこれは分析してみないとわからないんですが、はい、これはおそらくですね、やはりもう日本でやはり一番速いスピードの持ち主じゃないかなと、そしてまた後半ですね、この辺りからまあ体が浮き上がってしまったんですね、はい、まだバランスが整わなくゴールしたというところなので、この辺りあんまり意識する